パーシー家の紋章。左は元来のパーシー家の紋章。右はジョスリン・オブ・ルーバンの系譜になった後の紋章。パーシー家はイギリスの貴族の家系。中世紀にはネビル家と双壁するイングランド北部の最有力貴族だった。着流は大々のオサンバランド伯爵位を継承したが、1670年に廃絶した。その後、 パーシー家の女系子孫のサマセットコーシーも明家の娘と結婚したスミソン純談爵家の当主第四代純談爵ヒュー・スミソンがパーシーと改正してノーサンバランド公爵に上された。彼の子孫のノーサンバランド公パーシー家は2020年現在まで続いている。パーシーの加盟はフランス北部のルマンディ地方に複数存在する地名ペルシーに由来する。由来地として 最も有力なのは、ペルシー、アン王女である。伝承では、パーシー家は9世紀のデーン人の海賊、メインフレッドを演祖とし、その息子のジェフリーが、初代ノルマンディ公ロ,ロに従って、フランス北部に移住したのだというが、この経緯は伝承の意見を出ていない。過疎のウィリアムとパーシーは、ノルマンディ公の家臣だったが、ノルマンコンクエスト後の1067年にイングランドに渡った。 1086年の土地大庁には、ヨークシャーに荘園を所有している人物として、彼の名前が出てくる。1072年には、ウィリアム一世のスコットランド遠征に従軍し、1096年には十字軍に参加して、エルサレムで死去している。彼の子孫たちは、ヨークシャーやノーサンバランドなどの荘園を世襲し続け、イングランド北東部に大きな影響力を持った。 彼の同盟の孫であるウィリアム・ド・パーシーが死去した際に、最初の断刑の断絶が起こり、娘のアグネス・ド・パーシーと結婚していた、ジョスリン・オブ・ルーバンが、パーシー家の領地を継いだ。彼は、フランドル貴族・ルーバン伯爵家の出身であり、ヘンリー一世の王妃アデライザ・オブ・ルーバンの兄弟でも、あったので、ルーバン家の方が、当時のパーシー家より価格が上だったと思われるが、この夫妻の子孫は、 ルーバンではなくパーシーを名乗っている。夫妻の子であるリチャード・ド・パーシーは、ジョン・オの失勢を求断して、大憲章の履行を監視する25人のバロンの一人となった。その甥いのウィリアム・ド・パーシーも反乱バロンたちに加わって、ジョン・オに対抗したが、後に強順している。その子ヘンリー・ド・パーシーは、ヘンリー3世に忠実で1264年に、ルイスの戦いで王に組みして敗れている。 アニック城その子ヘンリード・パーシーは1299年2月6日にパーシー男爵として議会召集令状を受けた。また1309年にはダラム司教よりアニック城を購入した。以降この城はパーシー家所有の城の中でも最も有名なものとなる。彼はエドワード1世とエドワード2世のスコットランドへの計略に重要な役割を果たしたが、 1314年のバノックバーンの戦いに参加して敗れている。エドワード2世の超新政治に反対し、1312年にはエドワード2世を捕虜にし、1316年にはキャビストンを逮捕した貴族の一人である。その息子の二代、パーシー男爵ヘンリード・パーシーは、1328年に辺境警備長官に任じられ、第二代、 ネビル男爵ラルフ・ネビルと共に、スコットランド国境の守備にあたり、1346年に、ネビルズ・クロスの戦いで、スコットランド軍を撃破するのに貢献した。その息子の3代、パーシー男爵ヘンリーは、100年戦争のウィン・チェルシーの、海戦でスペインを撃破するのに貢献した。また、辺境警備長官として、スコットランド軍とも戦果を交えた。その息子の四代、 パーシー男爵ヘンリー・パーシーは、リチャード二世即位直後の1377年7月16日に、ノーサンバランド伯爵にジョイされた。彼の代が、パーシー家の最盛期と考えられ、その息子で、ホットスパーの呼び名で知られるヘンリー・パーシーや、宮廷官僚として活躍した弟の初代、ウスター博、トマス・パーシーと共に、絶大な権勢を握った。ヘンリー・パーシーしかし、 リチャード2世は、イングランド北部のパーシー家の勢力の大きさを、好ましく思わず、北部において、パーシー家に次ぐ勢力であるネビル家やクリフォード家と、均衡させようとしたり、パーシー家が代々継承してきた、辺境警備長官の職を解くなどしたため、リチャード2世と対立を深め、1399年のヘンリー4世による、大位三脱を支持し、ランカスター朝の樹立に貢献した。 しかしその後パーシー家はヘンリー4世とも対立し、3度に渡って反乱を起こした。最初の反乱の1403年夏のシュルーズベリーの戦いでホットスパーが戦死し、ウスターハクも捕らえられて後に処刑されている。1405年に2度目の反乱を起こしたが失敗してスコットランドへ亡命。1406年に試験剥奪で爵位を剥奪されている。 1408年に故郷に戻るも発見されて、ブラマム・ムーアの戦いで廃死した。パーシー家は滅亡こそしなかったが、この反乱が原因で以降イングランド北部における勢力はネビル家に押され、君となる。ホットスパーの息子であるヘンリー・パーシーは、1416年に領地と称号を回復している。ただ、祖父の試権剥奪が議会によって取り消されたという証拠がないため、 二代、ノーサンバランド博ではなく、改めて新規に、初代ノーサンバランド博に除されたとみなす見解もある。ヘンリー五世に従って100年戦争に従軍して、ノルマンディ地方で戦い、1417年には北部に転じて、スコットランド南部へ侵入した。1422年に、ヘンリー五世が崩御した際には、その遺言執行人を務めている。 バラ戦争の始まりである1455年の第一次、セントオールバンズの戦いにはランカスター派として参加したが、戦死した。その息子の三代ノーサンバランド白ヘンリー・パーシーも、ランカスター派としてヘンリー六世に仕え、1460年のウェイクフィールドの戦いと1461年の第二次、セントオールバンズの戦いでヨーク派を撃破したが、 同年タウトンの戦いで三人の弟と共に敗死した。死後、ヨーク派のエドワード4世によって、領地と借位を剥奪され、ライバルのネビル家の一族であるジョン・ネビルが代わりに、ノーサン・バランド博にジョイされた。その息子のヘンリー・パーシーは、最初エドワード4世によって、ロンドン島に投獄されていたが、エドワード4世とネビル家が不話になってきたことから、 ヨーク派に転じることで赦免され、1470年に、爵位と領地をジョン・レビルから取り戻し、式部教に任命された。以降、エドワード4世に従って1475年のフランス遠征、1482年のスコットランド遠征に従軍した。1485年のボズワースの戦いでは、リチャード3世側で出陣したが、戦闘に参加せず、 ヘンリー7世即位後、数ヶ月監禁されるも年末には釈放された。その後1489年に、新税の徴税で、ヨークシャーで暴動が起きた際にボートに殺害されている。 その息子の5代のオーサンバランド博、ヘンリー・アルジャーノン・パーシーは、贅沢な生活を送って、多額の借金を残した。しかし久しぶりに、ベッドの上で死んだ当主となった。その息子の六代博、ヘンリー・パーシーは、少年時代には、トマス・ウルジー・スーキ教の宮殿で暮らしており、就職前に、アン・ブーリンと恋人となったが、ウルジー・スーキ教から叱責され、 父の五代ノーサンバランド博からも拝着すると脅され、この恋を断念している。宗教改革に対する反発が原因で発生した1536年の音調の巡礼には参加しなかったが、弟二人が参加し、長弟トマス・パーシーは1537年に試験剥奪されて処刑された。六大博もその翌年に死去した。六大博には子供がなく、 自分の死後所領を王室に寄贈することを申し出ていた。さらに相続人である弟、トマス・パーシーは試験剥奪されていたため、当時の法の下ではその子であるトマス・パーシーに継承資格がなかった。そのため六大剥の死と共にノーサンバランド剥は一度廃絶となった。その所領も王室のものとなった。以降二十年ほど、ノーサンバランド剥の称号は、 パーシー家を離れたが、その間に、ジョン・ダドリーが、ノーサンバランド校に除せられている。六大博の甥い、トマス・パーシーは、カトリックであったことからメアリー一世の長軍を終1557年4月30日に、パーシー男爵、同年5月1日にノーサンバランド博に除位された。両爵位とも男子なき場合に、弟、ヘンリー・パーシーを特別継承者とする規定があり、 またノーサンバランド博位については、以前のノーサンバランド博くらいの継承資格者も継承可能であり、七大伯爵の名乗りも許されていた。しかしメアリー崩御後、プロテスタント化政策を推し進めるエリザベス一世と対立を深め、1569年に、同じく北部カトリック貴族の六代ウエストモーランド、伯爵チャールズ・ネビルと共に、 北部諸公の乱を起こしたが、失敗し、1572年に大逆罪で処刑された。カトリックの殉教者とみなされ、厚生カトリック教会から劣服されている。七大博には男子がなく、弟のヘンリー・パーシーが八大博となった。彼は、就職前にノーサン・バランド州選挙選出の庶民院議員を務めており、兄の反乱にも参加しなかったが、 1571年に、元スコットランド女王、メアリー・スチュアートと共謀したとされ、ロンドン島に送られた。獄中で執着し、1573年に、釈放されるも1583年末に、スロックモートン事件に連座してサイドロンドン島に、投獄され、1585年に自殺した。サイオンハウスその息子の旧大伯ヘンリー・パーシーは、エリザベス朝時代に、 レスター博、ロバート・ダドリーの指揮下で、オランダで戦い、1594年には、エリザベス一世から、サイオンハウスを与えられた。しかし、スチュアート朝時代の1605年、火薬陰謀事件に、分流のトマス・パーシーが加わったために関与を疑われて、ロンドン島に投獄され、1621年に、釈放されるまで16年近く監禁生活を送った。 重大伯アルジャーノン・パーシーは、新京と革命前夜の頃、チャールズ一世に交遇され、数密顧問官や、海軍司令長官やスコットランド、遠征軍司令官に任命された。しかし議会派と、王党派の内戦が起きると議会派に味方し、それを知った、チャールズ一世は、私は奴に、上夫のごとく、おもねったのに、奴は裏切ったと怒りをあらわにしていたという。 白は父を無実で投獄したスチュアート長が今更すり寄ってきたところで恩義など一切感じていなかったと言われる。議会派に転じたとはいえ、貴族である以上共和国政界での活躍は限界もあり、結局政界から退いた。王政復古後には数密院に復帰したが1668年に死去した。 その息子の11代白女スリンは就職後わずか2年で25歳にして死去。生存している男子はなく彼の死去とともに、借位は廃絶した。11代白の死去の翌年の1671年に、アイルランドダブリン氏のトランク製造業者、ジェームズ・パーシーという男が8代白の、イツオ・リチャード・パーシーのひ孫を名乗って、貴族院に12代ノーサンバランド白爵位を請求した。 11大白の未亡人エリザベス・パーシーが抗議し、結局貴族院は1672年にジェームズ・パーシーの請求を根拠なしとして退けた。その後もジェームズは6大白の弟、インジェルラム・パーシーの子孫と主張して、王座裁判所に申し立てているが、やはり敗訴している。インジェルラムは、生涯独身で、子供はなかった。 エリザベス・パーシー11代農産バランド博は男子を残さなかったが、娘、エリザベス・パーシーがあった。彼女は中世、近世の農産バランド博パーシー家と近代の農産バランド子パーシー家をつなぐ存在である。農産バランド博爵位は男系男子に限られるので、彼女が爵位を継承することはできなかったが、アニック城をはじめとする北部の所領。 サセックス州南部のペットアース省園、ノーサンバランドハウスやサイオンハウスなどロンドンの邸宅といったノーサンバランド伯爵家の財産は彼女が相続した。彼女はスキャンダルな人生を送ったことで知られる。1679年に第2代入荷する公爵ヘンリー・キャベンディッシュの息子、オーグル伯ヘンリー・キャベンディッシュと結婚したが、この最初の夫は、 父から借位を継承する前に1680年に死去。翌1681年にウィルトシャーの富豪トマスシンと秘密結婚したが、その直後にオランダへ出奔し、そこでスウェーデン貴族のケーニヒスマルク伯爵カルルヨーハンと知り合った。エリザベスの敵に憂れば彼女はケーニヒスマルク伯爵に夫の殺害を依頼し、伯爵は3人の死角に、 トマスシンの馬車を襲撃させ、彼に致命傷を負わせた。白釈と三人の実行犯は逮捕されたが、白釈は外国貴族の特権を行使して釈放され、三人の実行犯の未死刑となったが、これ以来エリザベスには殺人者という疑惑が付きまとった。その後彼女はイングランドに帰国し、1682年に第六代サマセット校。 チャールズ・シーマーと三度目の結婚をした。さらに、サマセット公婦人として、アン・ジョ王の宮廷で助監として活躍した。トーリー党支持者であるジョナサン・スウィフトは、保育党系の彼女を毛嫌いし、彼女のことを殺人者と非難したことで、サマセット公爵夫人と仲の良いアン・ジョ王に嫌われ、イングランド司教や席主席司祭への出世の道が閉ざされている。 六代サマセット公とエリザベスの愛の子であるアルジャーノン・シーモアは1722年の母の死後の1723年1月21日にパーシー男爵として議会招集されているがこれは当時エリザベスが11代白から1299年の議会招集令状によるパーシー男爵を継承していると誤認されていたからである。 実際には1299年創設のパーシー男爵は1406年の試験剥奪で剥奪されており、11大伯が保持していたパーシー男爵位は1557年に直居場で新設されたものであるため男系男子に限定されるものであり、ノーサンバランド伯くらいと一緒に廃絶している。従ってこの時のパーシー男爵位は新設のものとみなされる。 1748年に父が死去して第7代サマセット公爵位を就職したが彼には男子がなかったので1749年10月2日に彼の娘エリザベスの夫である第4代スミソン巡男爵、ヒュースミソンを特別継承者とするノーサンバランド伯爵とノーサンバランド州におけるワークワース城のワークワース男爵にジョイされた初代ノーサンバランド公 ヒュー・パーシー1750年2月に7代、サマセット公が死去すると、特別継承者の規定に基づいて、ヒュー・スミソン順断尺が、第2代ノーサンバランド博と第2代ワークワース段尺を継承するとともに、議会の議決により、パーシーに改正した。スミソン家は、イングランド内戦の際に、王党派に尽くした功績で、王政復古後の1660年に順断尺に、 女性られていた家柄で、ヨークシャーのスタニックに6000エーカーの土地を所有した中規模の地主だった。彼がパーシーに改名したことで80年ぶりに、ノーサンバランド博パーシー家が復活する形となった。彼はその後も、トーリー島の政治家として活躍し、1766年10月22日には、グレートブリテン貴族爵位ノーサンバーランド公爵に女性られた。 初代皇の死後はその着室子の息子のヒュー・パーシーが二代皇を継承する。彼は陸軍大将まで昇進した陸軍軍人であり、トーリー党の政治家でもあった。彼は父から公爵位を継承する前の1776年12月5日に母から前日のパーシー男爵を継承している。また初代皇には非着室子があり、その一人が科学者のジェームズ・スミソンである。 彼はパーシー家の血を引いていないため、父の元来の聖スミソンを名乗った。彼の遺産はアメリカ合衆国に寄贈され、この遺産をもとに1846年にスミソニアン協会が創設されている。ワシントン DC にあるスミソニアン博物館はスミソニアン協会が運営しているものである。ジェームズ・スミソンは生前、農産バランドの爵位が絶え、パーシーの名が忘れ去られても、 私の名前は人類に記憶されるだろうと述べたという。二代皇の息子の三代皇、ヒュー・パーシーも、トーリー党の政治家であり、1829年から1830年にかけてアイルランド総督を務めた。しかし反動保守的な人物であり、1832年の選挙法改正に反対している。その弟の四代皇アルジャーノン・パーシーも保守党の政治家であり、 公爵位を継承する前の1816年11月27日には、連合王国貴族爵位のノーサンバーランド州における、プルード法上のプルード法断爵に除されていた。公爵就職後の1852年には、第一次、ダービー伯爵内閣で、海軍大臣を務めている。四大公が死去すると、プルード法断爵位は廃絶し、 また、女系継承が可能なパーシー男爵位は、第7代アソル公爵ジョン・スチュワート・マレーに継承された。ノーサンバランド公爵位は、初代公の次男初代ビバリー博アルジャーノン・パーシーの、息子である2代ビバリー博、ジョージ・パーシーが継承した。その息子である6代公アルジャーノン・パーシーは、ビクトリア朝の保守党政権下で、閣僚職を歴任した。 通り行き室のものが多いノーサンバーランド公爵家の歴代党首の中でも特に保守反動的だったことで知られ、1867年の第二次選挙法改正や1886年に提出されたアイルランド自治法案に強く反対した。その孫である八代公アラン・パーシーは貴族院の極右グループの指導者となり、愛国者と名付けた定期観光物を発行し、 大英帝国をユダヤ人とボルシェビズムから守ると称して反ユダヤ主義と反共主義の宣伝を行った。その長男の旧大皇ヘンリー・パーシーは第二次世界大戦に従軍したが1940年5月のドイツ軍の西方電撃戦の際にベルギーエスケルムで戦死している。その弟である十大皇、ヒュー・パーシーは1957年の 第9代アソル公爵ジェームズ・スチュワート・マレーの死去時に彼が所持していたパーシー男爵を継承した。アソル公爵家に移っていたパーシー男爵が再びノーサンバーランド公爵家に戻る形となった。2020年現在の当主は10代公の次男である12代公、ラルフ・パーシーである。初代公が領地で鉱山開発に励み、子孫たちが鉱山を賃貸して金を稼いだため、 非常に裕福な貴族である。20世紀には、経済的に没落する貴族が増え、領地売却が盛んになったが、ノーサンバーランド公社区間はうまく立ち回って、大きな没落を防いだ。18万エーカーもの領地を有した19世紀、後半の最盛期と比べると減少したものの、未だ10万5千エーカーにも及ぶ領地を所有する、大大地主である。ノーサンバランド州に、 広大な領地を持ち、農産バランド博パーシー家時代から伝わるアニック城やサイオンハウスを所有し続けている。カテゴリーパーシーアームズ参照。ありがとうございます。